急、南海、京阪の各線も全線で運転を取りやめています。関西の広い地域で大きな揺れを観測しました。震度6弱を観測したのは大阪市北区、高槻市、枚方市、茨城市、箕面市。震度5強を観測したのは京都市中京区、京都市伏見区、京都市西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町。